村上京一村上京一8月31日から1953年は日本の官僚、水密飲食機関長、貴族院議員等を歴任した。8月31日鳥取県鳥取市立川町出身。村上家は代々鳥取藩の藩主池田家の御定位として使えた家柄であり、京一は明治維新の勤農の志士として有名な稲葉二重師の一人。 中野次平、元町の外孫にあたる7月11日、東京帝国大学法科大学法律学科卒業。7月12日、通信属、通信局勤務、外信か詰め。11月25日から高等分館試験合格。2月4日から、通信事務官、通信局外信課勤務。4月10日、のぶ17位。11月13日、検定審証期間。 停震管理練習所教官、12月27日の部生7位。4月1日停震管理局事務官、通信局外信課勤務、県管助戸。7月16日対面本館専任停震所機関、感染局管理課勤務、停震管理練習所教官兼務。6月19日、停震所3時間県定震所機関、大臣官房秘書課長。 9月2日、定震大臣秘書官兼、定震賞3次官、感染局勤務。9月30日、のぶ16位。12月23日、定震初期官兼、定震大臣秘書官、大臣官房秘書課長、感染局兼務。3月27日から、叙六等受随法省。7月22日、対面検官、面大臣官房秘書課長。 8月28日、定震局副事務官、感染局勤務。10月20日、延生6位。12月24日、検定審書期間、感染局勤務、東部定震局在勤。11月22日、定震局事務官、検定審書期間除行、東部定震局勤務。11月30日、数密延書期間健康等捕獲申検所事務官。一月十一日、 の十五位うごい。4月22日、叙君五等受水報奨。2月15日から、高等捕獲審検書閉鎖。6月2日、県行政裁判所表情官、6月21日、のぶ五位ごい。7月31日、叙君四等受水報奨。8月21日、県数密院議長秘書館。9月7日、受局日、小受賞。9月27日から、 助君三等受水報相。七月十五日、信十四位。四月十三日、行政裁判所表情官兼、数密印書機関、八月一日、信ぶ四位。三月二日、程度復興記念賞九月八日から、助君二等受水報相。六月十五日、数密印書機関長兼行政裁判所表情官、八月十五日、信十三位。十二月五日、 医学面喧嘩。8月28日、貴族院、議員5月2日まで。8月29日、医学面本館。9月11日、のぶ正造くらい。10月26日から、軸日刀受水報賞。4月29日、受曲日大受賞。ありがとうございます。